皆さんどうも、コミヘンイキです。さあ、なんか久々じゃないこういう動画。さあ、今日はね、食後のデザートということで、実はですね、もう食べたんですけど、ちょっとね、みんなにもどうしてもね、ちょっとご紹介したくて、今回ちょっと動画にしようと思います。それがこちら、パンパンパン、ジャージー牛乳プリンのご紹介。牛乳っぽいプリンが好きな方はおすすめです。これは本当に美味しい。それとね、今日ね、普通にスーパー行ったらもう一食売ってて、カフェラテ2種類あるんだね。もう知らなかったんですけど、カフェラテの方も買ってきました。今日はこちらね、牛乳プリンの普通のタイプを食べていこうと思いますよ。YouTube チャンネル。さあ、ということで、自分一回その後輩が美味しいよって言って一回買って食べたんですけど、まあ、今回ねちょっと YouTube の商品紹介、商品レビューということで、ちょっとしばらくやってなかったんで、ちょっと取り上げてみましたので、はい、早速開けていきます。美味しそう。では実食いただきます。なんかとろーっとしたものが乗っかってます。いただきます。めちゃくちゃ美味しいんだよね、これ。クリーム？すごい濃厚なんですよ。うん。濃厚のクリームに濃厚なプリンかな。美味しい。ごちそうさまでした。はい、ということで今日、ご紹介しましたジャージー牛乳プリンでございますけれども。自分買ったスーパーでは160円ぐらいでした。まあコンビニだとちょっともうちょっと割高かもしれないんですけど、一応まあ200円しないぐらいで買えるコスパの良いプリンなので、ぜひ皆さん食べてみてください。はい、といった感じで今日は久々の商品紹介、牛乳プリンのご紹介でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。コミヘンイキでした。バイバイ。わかった。明日も頑張ろう。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。虹はいずれ消えるけど、雨は草木も育てていたんだ。虹がかかる空には消えてもずっと